柴田でーす。今、神奈川県港北区の武装高校というところで、俺の動画を見るのが学校中のブームになってるらしい。でも、おい、武装高校の学生たち、聞いてるか？いいか？一つ言っとくぞ。授業中に俺の動画は見るなよ。はい、ということで、今日はですね、パズドラノア降臨ということで、新しい降臨ダンジョンができたから、今日はそれを調整し、地獄級かな。いきなり超地獄がきついでしょ。まずは地獄級いきたいと思います。はい、リーダーフレンドキリンの、このキリンパでいきます。挑戦。あ、ペンドラ。これでも、なんか普通にペンドラか。美味しいね。普通のダンジョンとしても美味しいな。4色あるね。いきます。4色ある。4色ある。あれ俺なんかミスってるぞ。変な、スタート変なところだった。どっち？赤、青、黄色、あ、緑いった。これで死んでくれ。こいつだ、まずは。よし。え？お、ラッキー。青が遠い。間に合うかな？赤、黄色。いった！おい！繋がってねえよ！あ、いかん。これはまずいぞ。なんだ？え？こんな感じ？これで4色？ 4 色、4色だ。あー、結構でも硬いんだね。結構硬い。4色ない。4色ないときは、黒と回復を消す。あ、なんか繋がってくれそう。あ、繋がった。美味しい。美味しいよ、これ。行って。あ、ラッキー。わー、こいつ、しかも同時か。4色あるけどね。4色あるけど、ちょっとこれ、めんどくさいやつだな。しかも遠いな、緑が。どこが遠い？緑も遠い。まずは、緑。あー、アホ、全然なかった。おーい！あ、これ死んだわ、これ。ほら、もう。ちょっとさすがにね、さすがに、これで動画終わりは、ちょっとしょぼすぎるから、一個だけ魔法石課金して、もう一回やります。バステとクシナダのコンビで。いや、ちょっとノア強いよ。雑魚敵がすげえ強い。やばいでしょ。なんでこんな強いんだよ。新降臨。おい、しかも減らねえなー、バステトだと。ちょっと昨夜に慣れてると、バステトのこの、攻撃力のなさにちょっと、引くね。あー、減らないねー。しかも3匹一緒に攻撃、2匹まで減らせば、お、様子見てる。ラッキー。2体同時だと、これ死んでたな。こういうこと？これ1体残しで、ちょっとスキル貯めよっか。あ、よし！うまいこと言ったよ。黒か黄色、黒で。見ていいよ、様子。あ、これ全然いいよ。いいね。
感じ、いい感じ。こんぐらいにしとこう。で、これでいこう。ここも倒しちゃう。OK。これで回復してくれるでしょ。そしたら、もうこれはもう倒しに行った方がいいよね。結構硬かったしね、あいつ。うわぁ、減らないなぁ。全然減らねえなぁ。減らないねぇ。あー、ダメだな。どうしようかな。これ、自利品だね。ここまで行くか。ゆっくりだねー。じわじわだなー。あー、でも回復ドロップが、回復ドロップが、尽きないから、これはいい感じではあるけどね。どうだ。おい、やば。大丈夫。あ、やばい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 。これまずいよ。なるべく多めに、なるべく多めにドロップ消しとこう。これ、いった、全開。全開すれば大丈夫。全開すれば大丈夫だよ。あーおー、全開しとこう。全開、かつ。全開、かつ。攻撃したい。倒したい。よし。これでどう？あー、全然足んない。よし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 。いったでしょ。よし、突破。こいつだよ。よし、でも、同じじゃないね。ここ、バステト行っとこうよ。バステト行っとこう。バステト行って、こうして、こうして、こう。こう、6。7。よし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 。死ね！おー、ぶん、バインドがうぜんだ、マジで。バインドがうざすぎる。どうしよう。これ厄介だぞ。はぁ、はぁ、やべ、回復ちょっと消しすぎた。あー、回復がないと死ぬ。回復がないとまずい。回復ないとまずいんだって。だから、あー、これどうしよう。エキドナしかないじゃん、これ。マジかよー。エキドナ、
温存しときたかったな。これ回復しておいて。よし、ここで、ちょっと倒しに行こう。2、3、4。あ、全然伝わんなかった。また?もう、このバインドがうぜえんだ、ほんとに。いい加減しろよな。あ、待ってよ、でも。一匹だけだったらそんな強くないぞ。あ、でも倒しちゃった。スキル貯めてもよかったかもしんない。スキル貯めてもよかったかもしんないよ。うわー、これは、めんどくさい。こいつヘラクレスで出てきたよな、ケルベロス。強かった気がするよ。大丈夫かな?はーい。怖い怖い怖い。どう?あ、よしよし、ケルベロスは行った。ケルベロスは行ったんだけど、さあどうだ。1、2、3、4、5。こいつこんだけ待たせるってことは、多分一撃死の攻撃の可能性あると思うんだ。だからこいつはあと2ターンで殺さなきゃダメってこと。間に合わないでしょ?間に合わないでしょ?使っとこう。多分、一撃で死ぬ攻撃が来る。ああ、多分死んでたな。あのさ、バステとクシナダだとさ、どうしても、なんていうか、この落ち込んだようになっちゃうんだよ。やっぱ5、で、多くて 6? 盤面が良くて6で、まあ、5ぐらいになっちゃうからね。盤面コンボが。だからちょっとなぁ、ほんと好きじゃないんだよなぁ、バステットとクシナダのパーティーは。あー、やばい、これ。これやばいやつだ。あ、でも、エキドナは溜まるか。じゃあこれ使っとこう。やっぱ慣れねえんだよなぁ。いった。次がボスか。でもこいつもなんか、あれだな。HP 半分以上減ると厄介なタイプだろうね。あ、しかも結構硬いよ。硬いし、バインドあるじゃねえかよ。マジバインドやめてほしいわ。何が落ちやすくなった？なんか今言ってたな。なんか言ってたぜ、今。あ、いいよいいよ、もう行っちゃえ行っちゃえ。死んじゃえ死んじゃえ。もういいよ死んで。あー、3、うわ、数えちゃったよ。数えてるよ、これ。これまずいんじゃないのこれ。数えてるんだけど。あー、5、6、7。2って言ってるよ。もうすぐだよ、これ。もうすぐだよ。
大丈夫なのこれ。1,2,3,4,5。落ちてこい、落ちてこいって。あー、これ死ぬんちゃう、これ死ぬんちゃう。あー、これやばい。あ、おい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 、あ、死んだ死んだ死んだ、俺死んだ。ほら、もう、ほら死んだ、もう。だから言ったじゃん、あそこは駅ドナだってだのに、駅ドナって。おい、しかもまたこれ行ったんで、これやばいやつ来るんちゃうん、これ絶対やばいやつ来る系だろこれ。ああ、3からか、よかった、3からでよかった。今死んだかと思った。2、はい、ボスです。ノア来た。エキドナはまだいいんじゃないか、まだいいだろう。これ多分 HP 半分いってからまたなんか強いの来る系だから、エキドナ いかんとこ。エキドナ温存して、温存して戦おう。ちょっとエキドナはな、こう奥、シッチ。おい、ちょっと引くって。引くって、それは。これ回復、これ次死ぬじゃん、これ。え、キドナ？もう？引くしかないだろう。引くわー。1,2,3,4,5,6。繋がれ繋がれ繋がれ、7!8 か。よし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 、いいぞ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 。1,2,3,4。うわー、やばい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 。あと2、あと2ターンで、あと2ターンで。いけるか、いけるかな、いけるかな、いけそうだな。こうして、こうして、こうして。1,2,3,4,5,6。つながれ！ 3,4,5,6,7。どう？どう？クシナだ！クシナだ！クシナだ！一旦俺を守ってくれ！行くぞ！行くぞ！3,4,5。行ったろ !6! 行ったろ行ったろ、行け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 、やったー。そして、落ちなかったっていう。ということでね、ノア降臨、めちゃめちゃ難しい。強えよ！基本、ノアはそんなでもないけど、ノアに行くまでの、なんか、雑魚敵は強すぎる。いや、多分これ、超持続級は俺、無理でしょう。で、ノアがね、体力系なんだよね。ノアが、確か体力属性の結構強いタイプ、結構強いモンスターだったんだけど、ちょっとこれきついなぁ。ちょっと俺は、欲しいけど、あと何回か回るかな。うん。あと1日あるから、まあ、ちょっと余裕あったら、あと何回か回って、なんとかノア、落としたいと思います。超時刻級には俺には無理だ！ということで、柴田のノア降臨でした。